さあ、ということでやっていきましょう。第3ステージ、天意です。どうも皆さん、こんにちは。やっていきます。殿の勢いはとどまるところを知らねえ。今日も長州とかいう小物を軽く降伏させ、その居城、炎城を手に入れた。しかし、小ずるい長州のやつは、こっちの隙を見計らって夜中に攻めてきやがった。城内は火の海。守るにしたってもう間に合わねえ。炎城あるやん。あったっけ？あったっけ炎上って。お、ある！あるやん。こりゃ逃げるしかねえ。けど、わしとしたことが、こんな時に限って殿のおそばを離れちまってか。殿、わしが行くまでご無事で。ありましたやん。知らんかった。初めてやんね。曹操の時なかったよね、このステージ。なかったはずよ、絶対。絶対なかったよ。これ知らんもん。うわ、マジかよ。これはびっくり。びっくりびっくり。本当にびっくり。で、どうしよっかなーって考えたんですけど、カッタンか先端か青龍丹なんやなー。青龍丹でいくか。で、武器がですね、一旦これ使う。一旦このゴズ。チャージログがどんなもんかっていうのを使ってみたいんで、一回見ましょう。うわぁ、知らんかった。あったんや。普通にサイト見たら乗っとるわ。炎上の戦いって。初めて知りました。これ初めてよね。天意が初めてよね、多分。そもそも時になかったけんな。あんなにステージあったのに。ちょっと見ましょう。あ、なるほどね。そういうことね。あ、君振動なの？やるやん。あ、これね、意外と使えるかもしれない。あ、どないや。意外と使える。ちょっと待って、ちょっと待って。炎上はですね、範囲狭いけど、武器がこっちにある。で、曹操を死なさないようにしないといけないんで、多分、そういうステージなんで。一旦曹操を守りに行きましょうか。はい、いらっしゃい。これさ、しかもさ、5撃目がさ、なぎ払いやけんさ、これ振動が結構効くんじゃない？しかも難しい。これでしかも軽い武器やったら結構強くね。なことはないか。強いか。強いよね、絶対。強いと思うよ。じゃあ、なしとね。殿、もう敵はいいから。はい、行くわよ。殿、行くわよ。あ、そういう感じか。一人ずつ出てくる感じね。こしゃじ。こしゃ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 じをのせてこしゃ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 居場所は走る。おら、強い。強すぎる。これで軽い武器やったら最強やったな。おらおらいいよ。おら、素晴らしい。さあ、逃げるぞ、そうそう。ついてこい。多分、ここら辺にも出てくるんじゃない？そうそうちゃん、何してるの？うっしゃ。え、これってしばらく倒さないかんのかな。範囲が狭くて当たらんのよ。よし。よし。
よし。そうそう、まあ、何しようマジで。いい加減にして。いくよ早く。くるくる。来るよそれ左から。左から来るよ。あ、こんかった。こんかった。え、これで検索した当人が戦に出ねばならぬ。かくや。これでどこで、どこでストップなんやろ。あー、凍った。やだ。けっ。うわーお。オッケー。上がりだぜ。殿、こっちでさ。アクライ、そのままお逃げください。かっこいい。こっから先に進めると思うなよ。おら来い。アクライ天意がすりつぶしてやる。ああ取れー。ないやねんな。さあ、こっから守らないかんのか。なるほどなるほど、オッケーオッケー、よしよし、理解した理解したぞ。そういうステージね。他の者には構わない。そうそうだね。全員こっから来るってことやね、多分。え、合っとるよね。あ、合っとるよね。全員こっちから来るよね。あ、おっとおっと、あいつを倒せばいいんやな。任せろ。来いよ。ほら来い。この悪霊天意様を抜けると思ったか。ビビってんじゃねえぞこの野郎。なんかあれやな。他の者には構わない。そうそうだけ。あれみたいやな。何だっけ。何だったっけ。無双3の列伝モード。列伝モードみたいなステージやなこれ。あ？天意様を抜けると思ったか。はい、来いよ。この悪霊天意様を抜けると思ったか。君じゃ抜けないのよ、残念ながら。なっしょんね、あいつ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。おっしゃ。なんかあれみたい、4の猛将伝の関水の戦いみたい。関水の戦いもこんな感じやったよね。俺あの4の猛将伝は結構しよったんで、趙雲が、他の者には構わない。そうそうだ、趙雲が関水の戦いでひたすら工作兵が入っていかんようになんか頑張りよったのは知っとんよね。それはね、すんごいしよった。結構難しいのあれ。まあまあ普通に入っていくけんさ。よし。まあちょっと敵が少ないけん何とも言えんな。あ、待って待って待って、なんか入った、入った、ちょい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 。気づかんかった。あ、どこ行った。何、あいつ何をうろうろしよん、気持ち悪い。気づかんかったわ。ごめんごめん、やっぱこっちおっとがいいんか。他の者には構わない。どんだけやんこれ。もうええぞ、もう通れんってお前ら。じゃあ。OK。
あーでもチャージロックが結構優秀やな今回。横投げやけんな、横投げってやっぱ強いんよな。ほら来い、よっしゃ、さすが。終わった、終わってしまった、人生を終えられるか、終わってしまった。終わった。何このステージ、めちゃくちゃ、何これ、ボーナスステージやん。やったね、終了。ボーナスステージすぎる。見たか長州、おめえらの悪だくに粉砕してやったわ。この赤い天衣がいる限り殿には指一本触れさせねえ。さあこっから完全なイフですね。この上ねえってことは危ねえ戦だってことは確かだ。これからは前にも増して殿をしっかり警護しないとな。生き取ってほしかったね天衣、この戦いで頑張ってほしかったな。さあ来い、軽い軽い来い。標準か、今か、そうかそうか、ダメか、まあ仕方ないわ、仕方ない仕方ない、もう十分十分、全然十分ですよ。さあということで第3ステージ、ボーナスステージ終わりました。早かったね。次第4ステージやっていきますのでよろしくお願いします。じゃあ長荷で終わります。ありがとうございました。バイバイ。